皆さんこんにちは、りくちゃんです。今回紹介するのは、もうそろそろクリスマスだから、この秘密のココ友のウィンターアレンジセットを紹介します。このウィンターアレンジセットは買って紹介する前にもう我慢できなくて開けちゃいました。ごめんなさい。箱もお母さんが間違えて捨てちゃって、箱もありません。そして入っていたものはこんなのです。まずこの赤いカーテン、すごいクリスマスって感じがします。赤いカーテンとこのサンタクロースの帽子をかぶっているメロリーです。すごいかわいい。あとプレゼント、クリスマスツリー、お正月の滝みたいなやつと、お正月の鏡餅、最後にこの雪の絵が描いてあるカーペットです。では今から大きなココ友ハウスにこのクリスマスのウィンターセットをアレンジしたいと思います。んー、じゃあここら辺でいいかな。あ、来た、やった、みんないます。では、じゃあ最初はカーテンにしよう。このボタン、よし、じゃあ次はカーペット。できました。すごくかわいい。みんなクリスマスツリー見たいね。じゃあ連れてってあげる。よいしょ、メロディーはここ、おしゃきはここ、ラキタもここで、この子がここで、みんなクリスマスツリー見てます。あれ、でもモグタンだけ鏡餅見てる。そんなに食べたいのか、かわいい。みんなプレゼント開けたいみたいだね。秘密のココ友のクリスマスウィンターアレンジセットでした。すごく可愛いし、すごく楽しいです。あー、私もクリスマス楽しみになっちゃった。サンタさん何持ってきてくれるかな。あ、サンタさんが飛んでる。あー、行っちゃった。すごい、サンタさんが飛んでた。やった、嬉しい。もういないな。チャンネル登録忘れないで。グッドボタンよろしくお願いします。りくちゃんでした。バイバーイ。パソコンで見ている方はこ、あれ、ちょっと見えづらいね。OK。ここにチャンネル登録ボタンがあるので、ぜひ登録してください。そして前のビデオは、あれ？ついてない。リモコン、リモコン、リモコン。あ、ついた。前のビデオはここにあるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録忘れないでね。グッドボタンよろしくお願いします。りくちゃんでした。バイバーイ。